はい、ということで、どうもみなさん、こんにちは。シップです。皆さん、今日はちょっとね、顔出しなしなんですけどね、早速やっていきたいと思います。ということで、今回の企画、こちらです。こちら、これ、逆輪バチというね、よもぎくんからもらいました。今回こちらね、よもぎくんからもらったこの逆輪バチ、使ってみて、その感想を述べていくだけの動画でございます。それでは、早速、やっていきましょう。はい、ということで、まずはこちらを開けていきます。パカ。はい、こんな感じですね。こちらが、まだ僕が今まで使ってたバチなんですけど、こっちですね。はい。こっちの逆輪バチ。こちらの方を今日は使っていきたいと思います。このバチの方はね、また違う動画の方で紹介してるので、そっちを見ていただけたら嬉しいです。そしたら早速、紹介していきましょう。まず、はい、グリップはですね、ダイソーのグリップですね、これは。ダイソーの110円とかで売ってるグリップで、まあ、持ちやすさはね、十分です。なんか画面しないでくくね、これ。え？まあ大丈夫でしょ。で、先端はね、ちょっと丸っこくは、まあちゃんと尖っててね、まあ均一な、長さも、このように。まあ、30センチくらいかな、30。まあ大体そんぐらいの長さとなっております。まあ、僕の腕に本分くらいですね。気にせずやっていきましょう。次、叩き心地なんですけど、ここからちょっと僕黙りますね、一回。ASMR モードということで。まあ、シングルだと、まあ、速くて、どんぐらいかっていうのを今からやっていきたいと思います。自分の中で最高峰のシングルでやっていきたいと思います。シングルだとこんな感じですね。僕そもそもシングルあんますごくないんで。じゃあ次、ロール処理、どんな感じかやってみたいと思います。有限の95輪くらいだったらまだできそう。跳ね具合はこんな感じでちょうどいい。両方でやったら、まあ、ほぼブレはないという。まあ、こんな感じで、ロモギくんのバチはこんな感じとなっておりました。このようなね、バチの紹介となっているんですけど、まあ、今回の動画はね、もうほんまにこれだけしかないので、これで終わりたいと思います。ということで、今回の動画はどうでしたでしょうか。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さよなら。Some comfort zone, protecting people with a tone, with a tone. We just want to save this world.